はい、こんにちは、レトスノーです。今回は令和4年の問い7の失踪宣告の問題について簡単に解説していこうと思います。まず失踪宣告がどういったものなのか、どういった制度なのか知らない方いると思いますんで、その点も踏まえながら解説していこうと思います。まずはじめにちょっとこちらの具体例見ていただきたいんですけども、旦那様と奥様がいましたと、まあ2人暮らしでした。で、お子様はいませんよと、まあこういったご家族を考えます。で、まあお父さんお母様もいらっしゃらないと、まあいった感じですね。なのでもう家族はこの2人だけといった場合を考えます。で、この状況で旦那様が仕事に出かけたはいいけれども帰ってこなかった。で、ずーっと帰ってこない。もちろん警察に届け出もしたでしょう。ずーっと見つからない。もう何年も何年も見つからない。そういったことも多々あるわけですよね。で、そういった場合、どんな問題が発生するかというと、この奥様、奥様は失踪者である旦那様の財産を処分することってできないわけですよね。なぜかというと、もしかしたら生きている可能性があるわけです。生きている人のものを勝手に売るって、これ基本できないじゃないですか。人のものを勝手に売却するなんて基本できないじゃないですか。そうなってくると、この奥様、残された奥様の生活が不安定になるわけです。もう旦那様いらっしゃらない。でも旦那様は土地を持っている、資産を持っている。でもこの資産、どうすることもできない、売ることもできない。こうなってくると奥様の生活が不安定になりますよね、と。まあこういった問題点が生じてくるわけですね。で、これを解決するために失踪宣告という制度があるんです。で、この失踪宣告っていうのは、まあ、今回の話で言うと、旦那様の生死が不明になった、生きているかどうかわからなくなってから、7年を経過したら、この失踪宣告受けることができるんですね。まあ、細かいことを言えば、この妻が家庭裁判所に請求をして、家庭裁判所から失踪の宣告を受けることができるんです。で、この失踪宣告を受けたらどうなるかというと、失踪者を死亡したものとみなすんですね。ここまず一つ目のポイントになってきます。つまり、このもう旦那様はもう死亡したものとみなすわけです。で、そうするとどうなるかというと、この土地、旦那様が持っている財産、これが妻に相続されるわけですよね。妻が相続しますよ。で、そうすると相続することによって、妻はこれ売却することができますよね。なので第三者 C さんに売却をしましたと。C に売却する。で、その後です。その後、なんと、この旦那様、見つかったんですね。家に帰ってきたと。もう7年間ずっと帰ってこなかったのに、例えば8年目になって帰ってきたとか。そうなってきた場合、この土地、C さんにすでに売却されているわけですよね。これどうなるのって話ですよ。この土地の所有権、誰が主張できるんですかと。旦那様としては、おいおい自分の土地勝手に売ってんじゃねえよってなるわけですよ。一方で C さんとしては、いやいや相続発生して、ちゃんと B さんから買ってますよってなるわけですよね。で、この場合どうなりますかっていう話ですね。つまり、夫、旦那様が見つかって、失踪宣告が取り消されます。失踪宣告を取り消された後、この土地の所有権は誰が主張できるかというと、これはルールがあって、B さんと C さん、つまり妻ですね。妻と、この失踪者の土地の買い主。この二人とも、両者が善意だった場合。で、ここで善意って、まあ、知らないって話なんですけども、何を知らないかっていうと、この失踪した旦那様がどこで何をしているのか知らないよ。って言った場合を指します。生きてるか死んでるかもわかんない。どこで何をしているかもわかんない。まあ、それは善意ですね。で、この B さんも C さんも善意だった場合に限って C さんはこの土地の所有権を主張することができるんですね。つまり C は A に対して所有権を対抗することができますよという話です。で、逆にこれ以外の場合、つまりどちらか一方でも悪意だった場合、つまりこの旦那様失踪した方がどっかに生きている、まあ、どこそこに住んでいる、まあ、そういったことを知ってた場合です。知ってた場合は C さん保護されません。つまり A さんがこの土地の所有権を主張することができて C は A に対抗することができない。逆を言えば A は C に対して対抗することができるという話です。これどちらか一方が悪意であればもう A さん勝ちなんですね。つまり
妻が悪意で C さんが善意だった場合、この場合も自分は善意であったとしてもこれ負けちゃうんですよ。この点は注意してください。あくまでどちらも善意だった場合に限って C さんが勝つんだよっていうところですね。ここをしっかり頭に入れておくといいと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。まあこのように分かりやすく理解をしながら学習していくのが個別指導なんで、もし自分自身細かい部分まで理解できない、過去問はちゃんとやってるけれども法試験で点数取れない、そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではこのようにできるだけ分かりやすく理解をしながら学習していきます。理解すべきポイントを理解できれば宅建試験は1回で合格できますんで、次の試験で絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もしよければグッドボタンと、あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。